はい、バッケンウォーカーの2個目ですね。2個目がどうだろうな。動画つなげてるか、ちょっと時間によって、動画時間が長すぎたら分けてる可能性あるんですけど、ちょっとなんか喋りすぎた感あるんで、2個目。まあ、2個目は割とサクサク。いや、サクサクっていうか、ちょ、そう。話しすぎたっていうか、話したいことがいっぱいあるんですよ。ちょ、聞いてください。みんな僕の話を聞いてくれ。一生家から出てないからさ、やっぱ人と話したくなるんだよね。寂しいんですよ。僕も寂しいんです。ちょっと待って待って。雑すぎる。はい、はいと。まあ、2箱買えば、強化拡張パックはまあ、2箱ぐらい買えば、トレーナースもポケモンも、まあ、だいたい3枚、4枚ずつぐらい揃うかなみたいな感じなんで。このパッケージあれだよな、なんか最近のポケモン知らない人なんぞってなるよな。あ、でもまあディグだとバンギラスがいるのか。てかなんか知り合いに教えてもらったんですけど、これ見えるかな、わかんないですけど、これディグダのなんか顔がすごいなんか可愛いんですよね。顔文字みたいになってて可愛いっていうのを知り合いに教えてもらいましたね。まあでもこのパッケージだけ見ると丸役で炎虫ポケモンだからバンギに4倍弱点疲れてぶっ飛ばされるけど大丈夫なんかな。巨大マックスしてるしてないにかかわらずなんかストーンエッジでぶっ飛ばされてそうだけど。なんか、なんか1パック目からあれだな。なんか V ポケモン来てそうだな。ガラルマッキョね。はい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 。まあメタル肌でついてる、こいつについてる鋼の数だけ耐久が上がって、トラップベイトで、まあ60与えつつ、次の番殴ったら12返しますせみたいな。12はまあ無視できないっすよね。まあフィオネとかボスの指令で無視されちゃうとまあちょっとしんどいかもしれないですけど、無視されて裏飛ばされまくった挙句最後にこいつ食われるみたいなのがまあ最悪なんですけど、まあ言うてそんなにね、そのボスの指令が出たことで気軽に裏を呼べるようにはなったんですけれど、ただそのまあ僕のイメージですよ、気軽に裏がカスタムキャッチャーとかに比べて呼べるようになったとはいえ、そのボスの指令打つ番はサポートを打てないからポケモンを展開できないんですよね。って考えると、まあ、相手としてもボスの指令打てるけど、打ったところで、まあ、一旦マリーとか博士の研究にしとっか、みたいな場合がすごいこれから多発すると思ってて、呼べるけど、そう、呼んでもしょうがないみたいな場面が結構多そうだから、うん、そういう意味ではまあ、全然トラップバイトも活躍できそうですよね。こいつはまあ、なんか雑にルカメタか、なんか雑誌案入ってるデッキあたりになんか入れてみたいっすね。ビンちゃん、バッちゃん、デンちゃん、バンちゃん。まあなんか、これマットパーティーもあれだよな。なんか、デンネが攻めてなんか、ニコ玉だけだったら結構良かったかもしれないですね。コルビーがこいつ多分、マットパーティーの今のところメインのアタッカーになるんですけど、種でなおかつ次への1個で動ける唯一のマットパーティーのアタッカーなんで。なんだけど、このメインのアタッカーが無色タイプなんで、誰の弱点もつけないんですよね。なんか、ホルビーメモリとか出てきたら話は変わるかもしれないけれど。まあ、そのカード原作にも出てないし、まあ、多分出ないだろうから。てか、間違いなく出ないだろうから。まあ、ちょっと現状弱点つけるデッキがあんまないっていうのはしんどいっすね。ロストマーチだと、なんだっけ、バタッコが草弱点つけて、ネイティが超弱点をつくことができるので。で、あとなんだっけ、モンメンも出たから、あれでフェアリータイプになるんでね、ドラゴンポケモン、三振の弱点とかもつけるんで、結構なんか、流行ってるデッキにおいてはロストマーチは全然使えそうなデッキなんですけれど。まあ、マットパーティーは今後出るのかな、新しいの出んのかな、出てもあと1種類ぐらいとかかな。てか、出たら出たで、なんだろう、マットパーティーの上限火力が、なんかすごいことになりそうだから、さすがに出ないのかな。まあ、かけ30にしたら強すぎるけど、かけ20だと、なんか上限火力が今までとあんまり変わってないけど、ポケモンの HP はインフレしてるから、最大火力でも VMAX 倒せないんだよな、みたいな話になりそうですね。さすがに終盤ね、VMAX とかワンパンできるぐらいの火力が用意できればかなりワンチャンありそうですけど。はい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 、はい。まあでも、平均して100か200ぐらい、うん、2、3ターン目から都合よく回れば出せて、倒されてもサイドが1枚しか取られないっていう面では、まあ結構厄介なデッキでありますね。こいつね、こいつあれだよな、コインを3回投げて表が1回なら20、表が2回なら70、すべて表なら140追加。なんか1進化までして一旦かけてやることじゃない気がするけどね。なんか僕のイメージなんですけど、強化拡張パックマジこういうカード多いんだよな。なんかそのカードをいつ使うみたいな。やっぱ開発者の人が考えてることが全部ちゃんとね、まあ、僕らみたいな、そうだな、エンドユーザーに届くとは限んないんで、僕ら読解力ないんでね、基本的に。よボスゴドラあやかんね、まあ、この辺のカードとかがなんていうかな、開発者の人たちとかがどういう意図で作ったのかっていうのは本当に別になんか変な意味じゃなくて普通に聞いてみたいですよね。今度そういう機会があったらいいなとか思ったりはします。昔なんかすごく強いアギルダがいたみたいな話は聞きましたけど、なんか殴ってドロンみたいな、
その時は僕ちょっと やってたな、ギリギリやってたのかな、ちょっと覚えてないですけど。あ、出た出た、いいね。うん、ダブルアラーマーなんかクワガノンが一番当たりだと思うんで。あー、まあでもそうだな、やっぱり、どっかで2パックしか開けてないぞ。違う、こうか。これでいいのか。まあなんか、やっぱ今、カードゲーム業界全体、だいぶオワコンっていうか、だいぶ苦しい時期なんで、大会も開けないし、だって今、ぶっちゃけた話、今回の馬券ウォーカー買う人マジで、反逆クラッシュの日にならないぐらい少ないと思うんですよね。ぶっちゃけてしまうとね。まあただ、僕としてもね、やっぱ、まあカードゲームとかポケカに限らずですけど、みんなリモートなり、なんなりで、カードゲームは遊んでほしいですね。うん、なんかオンライン対戦とかできればいいんですけど、今のところ PTCG ぐらいしかないんで、まあリモートもあるはあるけど、やっぱちょっと手間とかいろいろ機材がいっぱいないとね、まあでき、あの、やりたいけどできないっていう人も多分リモートポケカいると思うんで、なんか V もう一枚来そうだね。SR かな？よっ！ああ、サナイト VMAX な。はいはいはい。まあなんか僕らはこういう動画活動をしてるから、やっぱりカードゲーム嫌でも触るし、なんていうか動画出すんですよ。みんなにも見てもらいたいしね。なんだけど、こういう活動してない人って、単純にやっぱ、大会だけをモチベにしてる人とかもいるし、人と会えない、対戦相手がいない、まあ、カードじゃやれないよなって思う人がまあ大半だと思うんで、やる意味がないというか、まあ、自然とゲームと、カードゲームよりかビデオゲームとか違う娯楽の方に興味がいってしまうよなっていうのは、まあ、とてもよくわかるんですよね。まあ、でもそうだな、まあ、この事態が落ち着いた後に、またポケカが盛り上がってくれることを期待して支援という形を兼ねて、まあでもそんなこと言ってる時点でもだいぶしんどそうだから、うん、まあまあまあ、ポケカ自体はマジでめちゃくちゃ面白いんでね、今もこうして診断もちゃんと出してくれてるわけだし、まあやってほしいっすね。はい、まあやってなくても、うん、まあなんか僕の動画を見ろ。まあそうっすね、開封動画はもうちょっと、なんか最近全然上げてなかったからちょっと増やしても良さそうだな。開封動画単純になんかルール知らない人でも誰でも見れるから、対戦動画とかに比べるとね、結構その新しい人が見る敷居はだいぶ低いと思うんで、はい、なんかダブル R っぽい、あ、おっちゃんね、頻繁にってことじゃないけど、まあなんか定期的にウルガモスはカード化してもらってるイメージがある。ウルガモスは僕も好きな画の一種なんで嬉しいですね。メラルバは可愛いよな。でボロパソなんかやっぱルミナスメイズでなんか少なくない？まあ爆炎ウォーカーの次は今度は6月に出るのかな、確か。なんか VMAX っぽい縁が見えますね。めちゃくちゃカード揃ってんだけど。ああ、よしよし、来た来た。まあ、さん。実はまあ、強いよな。巨大百科 2NA40 で。まあ、終盤ってか、こいつ 2NA が7枚8枚ついてれば、VMAX もワンパンできて。なおかつ、まあ、技がね、無色2個なんで。なんだっけな。クリーチャーズの井上さんも使ってましたけど、すごい釣り竿、すごい釣り竿じゃねえ。すごい傷薬とかとまあ、相性がいいと。相性がいいっていうか、すごい傷薬を打った後のリカバリーが他のポケモンと比べて比較的効きやすいみたいな言い方の方が正しいのかな。まあそうだ、別に相性がいいわけではないからな。うん、まあ、ただリカバリーがそうだね、効きやすいっていうか、みたいな感じだな。別に傷薬使わなかったら使わなかったでもっと、さらなる火力が期待できるわけだから。まあでも単純に傷薬が使いやすいっていうのはいいかもしれないですね。マオスイも絡めて、結構 HP 回復して耐久寄りのデッキになりそうだから、なんかまたリザードン VMAX とは違う炎タイプのデッキになりそうだね。まあただ、高校行った目フレアスターター打ちたいっていうのは、なんか共通で変わんなそうだけど。まあこいつの場合は高1フレアスターター打てなくても最悪手張り2回でもまあ動けるは動けるから、うん、まあそうだな。そうか、リザードンと比べると、なんか先行取らされた時のリスクがちょっと少ないかもしれないですね。むしろ戦2で丸役でなれたら強えじゃん、みたいな。イメージになりそう。だからむしろなんだろう、ボルケニオンじゃなくて普通に先行取る前提のデッキを組んでやっても面白そう。まあにしてもボルケニオン打てたら打てたでマジで強いから結局入りそうだけどね、うん、ボルケニオン除いたらまあ溶接工ぐらいしかないし、まともな炎犬の加速する手段、まあ溶接工が強すぎる問題はあるんですけど、 SR まだ出てないな。なんか今回1箱目といい2箱目といい SR だいぶあれだね、なんか引き伸ばすね。あと4パックしかないんだけど、これはなんかレアっぽいぞ。大立ち可愛い、エレイさん。ちょ、レア、レアかと思った。あ、カブ来たね。いや、サポートの SR 集めてるんでいいんですけど、剣盾の人物の SR は個人的に、ああ嬉しいですね。あ、ヒート砲のエネルギーも出てるね。なんか、ぽいぽい、ぽい。カブパックっぽい。まあ、手札を全部山田に戻していける。通常なら4枚。自分の場のポケモンがバトルポケモンだけなら引く枚数が8枚になる。まあ、終盤に丸役で VMAX だけで最後詰めていくぜみたいな時に、打って8枚引いて、なんだ、ボスの指令は打てないから、
すごい傷薬打つなり、まあ、必要なパーツ揃えに行くみたいな。関係ないけど、このカードの光り方はなんか、神羅万象チョコみたいな光り方なんだけど、わかる人おるかな？この光り方めちゃくちゃ神羅万象チョコみたいなんだよな。神羅万象チョコはね、僕、あれですね、ほんと初代、一番最初の時だけ集めてましたね。なんだっけ、総竜王サイガだっけ、飛天王アレックスとガイラ王ポラリスが欲しくて、エドガーはいらなかったんだけど、そう、アレックスとポラリスが欲しくて、永遠に買ってた覚えがある。確かまだね、なんかね、どこだろう。今は持ってきてないけど、実家とかにあるんじゃねえかな。さすがに捨ててないはずだから。よっ。いや、神羅万象チョコの絵っていうか、イラストはすごい独特だけど、今でもすごい魅力を感じるっていうか、今でも好きですね、あれ。定期的に見たくなるな。よっ。はいはいはい。ミロカロスは被ったね。あ、アルミナスメイズが、これで一箱目と合わせて、まあ3枚か。もう1枚欲しいな。まあデッキに入れる。まあでも4枚入れそうだな、アルミナスメイズの森。ルミナスメイズの森はなんか普通のスタジアムと違って、なんか入れるなら敵に4枚みたいな感じになりそうですよね。知らんけど。はい。二箱目はこんな感じかな。うん。まあまあ、いいんじゃないですかね。なんか、バゲンウォーカーっぽいパックになりました。今回 SR 別に何でもいいんで、マジで。まあ、明日からは、そうっすね、リモートになるか一人になるかわかんないんですけれど、診断の対戦動画上げていこうと思うんで、まあまあまあ、こんな状況ですけれど、よかったらね、見て、ポケモンカードを楽しんでいただければと思います。新パックも出たんでね。まあ、よかったら皆さんオンラインとかで買ってください。はい。シールド戦とかやってみるのもありだと思います。こんな感じでご視聴ありがとうございました。バイバイ。